はいいどうもアンパンパでございますえー、今日はですね皆さんに3点お知らせがございます、まあ、まずですね1点目としましてはあのー、アンパンチャンネルですね先月から本格的にちょっとずつ上げさせてもらっているんですけれども動画の方ですねおかげさまで とりあえずは今の段階で登録者数23人ということで、あの、23人の方ですね、登録してくださってありがとうございます。まだまだね、超底辺 YouTuber でございますが、YouTuber でもないな、お金稼いでないんで YouTuber でもないんですけれども、超ド底辺の動画配信者ではあるんですけれども、まあ、これからもね、末永くお付き合いいただければなと思っております。ありがとうございます。 続いてはですね2点目としましてはまあ1点目のお祝い企画でもあるんですけれどもまあ20人突破記念ということであの荒、ー、野コードのですねプレゼント企画を行わせていただきたいと思いますただね荒野コード現状としましては同じ OS 同士しかプレゼントし合えないということでまあ私 Android を使ってますので、まあ、今回の場合今回はですねまあ致し方ないんですけれども a Android 限定で やらさせていただきたいと思うんですが <laughs> とりあえずねあの、まあ、iPhone、Android どのぐらい使ってるかもちょっと知りたいので、あのー、iPhone の方も Android の方もとりあえずコメントだけでもしていただければと思うんですけれども、まあ、コメント欄の方にですね参加方法としましては0102、まあ、と入れてもらって01の方にまずお使いの OS ですね Android なら AndroidiPhone なら i p h o n e と入れてもらって で、二つ目に、まあ、荒野行動の名前を入れていただきたいと思います。で、あのー、まあ、参加条件としましては、OS が Android の方と、あとは、あのー、私のチャンネル登録していただいている方限定でやらさせていただきたいんですけれども、とりあえず Android の方10人集まったらやらさせていただきます。10人集まらない場合は申し訳ないんですけれども、見送りということで、また、 どこかでやらせていただく形になるんですがとりあえずは10人集まればやらせていただきますえー、プレゼントさせていただくのは、まあ、今回はですね私の独断と偏見で選んだもの小野コードの副関係ですね何かプレゼントさせていただければなと思っておりますかぶっ,、まあ、ってたら申し訳ないですけれどもなるべくかぶらないもので何かプレゼントさせていただきますのでお願いします期限はですね えっとまあそんなに長くてもあれなんで4月の10日ぐらいかな今日がいつかなそうですね4月の10日の23時59分を締め切りとさせていただきますそれまでに10、ま、人、あ、集まらなければ今回は終了ということで今回の企画はなしということになるんですけれども10人集まればとりあえずは行わせていただきますのでお願いいたします はい2点目これですね。で3点目なんですけれどもまああのある友人から言われた意見としまして動画の投稿頻度がかなり遅いということでご指摘をいただきましたまああの実生活が忙しいっていうのが一番なんですけれども荒野行動ですねあの動画撮ろうと思ってもあのガチャ動画ですとパッと撮れるんですがまあ私の財力的でもガチャ動画ばっかり上げるっていうのもまあ難しいものでございまして。 まあプレイ動画を上げるにしても、まあ、大抵ね、あのー、いい感じの動画を撮ろうと思うと、2時間か3時間ぐらいはね、プレイしてないと、一発撮りっていうのはなかなかないんでね、2、3時間プレイしてやっと1本いい動画ができるかなぐらいになると思いますので、なかなか難しいのが現状です。あとはですね、まあ、友人とやったりもしてますので、なかなか企画をしようと思っても難しいと。そういったのが今の現状であるので、とりあえずですね、まあ、落ち着くまでは、 動画投稿頻度を上げるためにクソゲー実況をやっていきたいと思っているわけです。まあ正直に言うとですね。まあクソゲーといってもいろいろありますが、まあ、10分から20分ぐらいでまあパパッとできるようなゲームですね。十分に楽しめるようなゲーム。で、なおかつ何これ意味わからんみたいなクソゲーならなお いいんですけれども、そういったゲーム何かあればぜひともそちらもコメント欄に入れていただけるとありがたいと思います。そういったものですね。もこれからはやっていきたいと思っておりますので、お願いいたします。はい、あとはですね。まあ、あのまあこの3人付随するんですけれども、まあ、動画の内容どんなものがいいかっていうので、荒野行動のまあ。こういう例えばあの拳銃縛りみたいなですね。何かあの荒野行動内での企画も。 何かいい案があればコメント欄に入れていただければと思います。まあ、ちょっと長くなりましたけれども、とりあえずはですね、今のところは2のですね、プレゼント企画の方を進めていきたいと思っておりますので、ぜひともお忘れないう10日までにコメントをいただければと思いますので、お願いいたします。ちょっと長くなりました。ご視聴ありがとうございました。